お元気ですか、ボクシビです。今日は2023プロ野球チップス第2弾の開封動画第2回目でございます。今回は8袋で挑戦したいと思います。で、1回目の時にね、言い忘れたんですが、第3弾の方は、今年はですね、出ないそうなんですよね。ですのでね、第3弾をね、楽しみにしてた方はね、本当にね、ごめんなさい。では早速ね、やっていきたいと思います。で、今週はですね、ちょっと事情がございまして、プロ野球チップスの方をね、中心的に、やっていきますので、よろしくお願いします。後で気まぐれで、1分間のショート動画で、プロレスラーのカードもね、ちょっと上げたいなと思っていますので、よろしくお願いします。では、早速やっていきたいと思います。では、第2回目の1袋目でございます。ヤクルトスワローズの田口和人投手でございます。ちょっとね、切れ端をね、映ってしまいました。失礼しました。で、オリックスバファローズの紅林幸太郎内野手でございます。2袋目でございます。で、また白菜カード出ましたね。東京ヤクルトスワローズの山田哲人内野手の白サインカードでございます。これで2枚目でございます。で、楽天イーグルスの島内博明外野手でございます。3袋目でございます。北海道日本ハムファイターズの五十幡亮太外野手でございます。で、読売ジャイアンツの長野久義外野手でございます。4袋目でございます。阪神タイガースの近本浩二外野手でございます。で、ソフトバンクホークスの石川修太投手でございます。6袋目でございます。初勝利を挙げた時のこれね、中田翔選手のカードでございます。元ファイターズでございます。横浜 DeNA ベイスターズの森敬斗内野手でございます。6袋目でございます。読売ジャイアンツの中田翔内野手でございます。横浜 DeNA ベイスターズの京田陽太内野手でございます。7袋目でございます。中日ドラゴンズの清水達也投手でございます。阪神タイガースの西勇輝投手でございます。8袋目でございます。で、キラーカード出ましたね。外崎修太内野手のキラーカードでございます。これで2枚目でございます。最後は横浜 DeNA ベイスターズの戸柱康隆捕手でございます。はい、以上で2023プロ野球チップス第2弾開封動画、終わりたいと思います。今回は8袋でやりたいと思います。で、またね、BBM さんとかエポックさんなどのプロ野球カードはね、来週予定しております。で、9月頃はね、特にね、たくさんやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、またね、サブチャンネルの方でも、料理動画上げてますので、もしね、
興味のある方は見に来てください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。